車最大パワーでの360度急旋回を行います。この急旋回の間、パイロットには体重の約7倍の重力がかかります。素晴らしい空力性能と先進のフライトコントロールシステムにより高い機動性を発揮することが可能です。しかしパイロットには大きな荷重を使うため強靭な体力が要求されます。
電気移動を再開します。青を基調とした美しい塗装には理由があります。 F2 が海の上を低高度で飛行する際、上空の敵戦闘機から発見されないように機体が海と同化するような機能が要求されました。そのため機体の揺れと影響パターンは我が国周辺の海洋調査に基づいて選定されたものなのです。海に溶け込むような青色の迷彩にご注目ください。ジェット機としては非常に低い速度、時速約 230km で進入し、海上通過後アフターバーナーによる上昇を行います。
ります。 F2 は敵戦闘機との空中戦闘のほか地上目標に対する攻撃を行うことができます。海上に見ており F2 が時速 700km で侵入し海上前方を目標に模擬対攻撃を行います。翼を振りながら海上正面を通過後、水域に移動します。